大物みたいです。ジューシーやっけ。9時ぐらいに起きようかなと思ってんけどさ、ああ実際起きようと思って出てくるんだけどさ、しんどかったわ。しゃあない。なんか今日いつもやりとっときたわ。多分寝ようと思うの18時間耐久睡眠ってこう可能だと思う。それは帰ってくれなさい。うん、できない気がする。確かに18時間やったら俺もちょっとあかん気がするから、うん、分けてやらなきゃ、うん、10時間睡眠3回ぐらいやりそう、うん、10時間睡眠3セットぐらいやりそう。そういう、うん、確かに分かる分かる。10時じゃなくてよかった。チェックアウトとか。まだ11時だったからな。うん。そこの点ね。うん。車返すまでどうする？うん？車返すまでの間どうする？どうしようか。この辺周辺に何があるのか分かんないんだよな。4時間ちょいぐらいか、うん、割と普通にあるな。そうか、何やるかな。なんかありそうな気がするけどな、うん、まあいいか、千歳観光館で調べてみる。顔面死んでんじゃん。ん？顔面が死んでるじゃん。ああ、ぼーっとしてた。体が重い。うん。ズンってきてる。でもあれで、あの布団がさ、うん、結構さ、好きだった、うん、すげえ寝やすかった。なんか一泊目より好きだったかもしれない、うん、俺は布団枕がね、合ってた。確かに一泊目よりはもう俺もこっちの方が良かったかもしれない。それちょっと、うん、なんか面白いやん。普通のホテルとグランドホテルのなんかもう中間みたいな、うん、でも寝るとこ和室みたいな。そんな、なんかよくわかんないけど、よくわかんないよ。よくわかんないけど、よくわかんないことが成り立ってしまっているよ。でもあれやな、本当に昨日まとめてから寝てよかったな、ある程度じゃないともう死んでる、うん。あれだな、問題はさ、忘れ物がないかどうかって。怖えな。うん。ちょっとな、ちょっと見せようか。ちょっと注意して今な。
それね、うん、さっき気づいたんだけどね、うん、さっき起きてこっち来たの知ってる？知ってるよ、見た。俺はその時、いっくんの充電器、うん、2つ目充電しようと思ったんだよ、うん、つけてなかったね、そもそも、うん、あの、これをコンセントに差し込んでなかった、そもそも。まさかこれ星野に託したっけ、俺。さか、確か俺さ、託されたんだっけ。そう、なんか俺、あ、そうか、あそこにつけてなかったんだもんね、最初から。これを、じゃあこれを星に頼んだわ。多分俺そこを置いて、シャワー浴びてこいよ、あ、じゃあ頭洗ってこいよ、みたいなって、うん、浴びで、その時に刺したがよかったものを刺してなかったのと。で、2個目つけようと思って行ったら、はい、あ、ついてねえと思って。要は、あれでしょ、あの星野のさっき歩いて、一回こっちに来た時に、つけたんでしょ。はっ！ってなって、とりあえず少しでもって思った。あれどんぐらい前だっけ ?1 時間前ぐらい ?1 時間もう、1時間前だっけ ?9 時ちょいぐらいだったよね、たぶん。1時間前ぐらいかよ、たぶん。1時間ぐらいで充電したの。うん、そんな感じか。うん。だから、一君エマージェンシーですよ。一君エマージェンシーだな、まあ、しゃあないな。うん。そればかりは、ちょい入れない。一君エマージェンシー、でも一君エマージェンシーって言っといたら、なんか、バッテリーそもそもなんか置いていきそうだから、はあ、回収だな。それはうちの方が怖いからね。行く絵は全身できるより。いや、ボスは回復したよ、ボスは。ん？ボスは。ボス回復した。うん、ボス回復した。うん、一回エマージェンシーか。ボスの銃。あれか、まさか、もしかして俺刺したけど、一君が外したのか、逆に。もう、重労働したくないって。一君勝手に外れたの。一君の充電器勝手に外した。うん、走るな。あ、違う、一君が。一君が外したでしょ。外した。やばいじゃん。ストライキじゃん。ストライキ起こしてほしいね。でもさ、一君の充電器充電しないってことはさ、ストライキって言えばさ、一君がさ、いや、寝ないって言うようなもんで。ある意味重労働なんだよな、うん。なんでそんな道を選んでしまったんだろうか、彼は。で、俺らがあの、パチーノで見に行くのさ、で結局チャリって東京湾行ったのと同じ流れじゃないですか。ああ、なるほどね。絶対後悔してるやつ。うん、後悔し始めて。まくっとけや。俺さっきまくっとけやって言おうと思ってたわ。まだキャラメル食うのとしてないんだけど。まくっとけよ。開幕そうそう、なんかディアボロみたいな出てきたんですよ。出よう、このディアボロだ。そう、私の弱点となり得るものは全てまだ消しておかなければならない。俺出来様をな言ってきた。ドッピー、ここ来る最初にドッピーをかディアボロに変わって。確かに、なってもおかしくないんですけど、ね、ここまでドッピーだった、クドッピーだった。お前は後悔する時間も問えんです帝王はただこの一人、ディアボロだって言ってた。すごいな、ディアボロ、ディアボロ。プル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 。何それ、マジが震えてんの。プルルルルだっけ。うん、プルプル電電虫。俺もな、俺なんで電電虫やんだろうと思ってた。プルルルルルルか。プルル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 。デンデン虫ね。ああ、デンデン虫さ、野生のデンデン虫がいることにびっくりした。デンデン虫、水かけても喜ぶんだね、うん、やっぱそっち方面に持ってくんだね。デンデン虫ってさ、うん、
あの特性を知られたがゆえにかわいそうな気持ちで、もともとはさ、あの特性はさ、どういう風な生態だったんだろうね。なんか仲間と通信するためじゃないの、喋るのを、あのお互いにテレパシーみたいに行うみたいな動物だったので、それを電話し、それを、ね、あの手段として使われ電話にされてしまったの。あ、じゃあだってサングラスかけてないのにさ、ドフラミンゴとかの真似するときもサングラスかけさせられるから。かわいそうな姫だよね。怒りたくもないのに電話の声が起こったらもうめっちゃ怖いから起こなきゃいけないから。電電虫動物愛護団体とかいないよな。いたらもうあれじゃ、海軍とかも全員クビだよ。海賊だけかさ、電電虫使ってんだったらさ、まだ分かるんだけどさ、海軍まで使うって思うさ、あの世界が破滅してんだろ。お前さ、バスターコールの時お前黄色に塗られて抑えてました。扱いがひどいよな。でも電電虫って最初からあの横のあのあんのダイヤルみたいよ。あるじゃない。最初からあれはあんの、うん、どう改造されてる。あれ全員メーカーもしかして。電電虫さ、置いてあってさ、空のところでなんか操作する分には構わないと思うけどさ、手で持つのちょっと嫌だよね。いるじゃん、手で持ってこういうの。でもこうやって持ってるからね。うん、あれあのさ、カチャってさ、なんか丸いさ、受話器みたいなじゃん、うん、あれでどっか出てきてんの、あれ殻全部取れてんの。殻全部取れてんの、あれ分かんない、殻のど真ん中取れてんの。2つ殻あって、うん、こういう、で、こう取るようになってんじゃん。あれからこう、周囲に点々点ってなんかあの刻みがあって、うん、ここから取れんのか、そうそう、それか逆なのか、どっちからなの、すごいのはさ、まだ分かる、あの電話機能はね、うん、殻がダイヤルみたいになってるのもまだ分かる、あの受話器が取れんのもまだ分かる、受話器あのくるんくるんくるんでコードは何なんだよ。超かよあれ。そこでどうなんだあれね、あれは超超か、脱腸してる、怖っ、っていうかあれが超だったらさ、持つとこ、受話器のどうなってんだよあれ、何の部分だよ。なんか殻にくっついてたんだよ、生体上だって、殻から始まり、殻から落ちたらもう腸の意味ねえじゃん。いや、もしさ、なんかさ、海軍にスパイとかがいてさ、密告しようとした時にさ、それが見つかってさ、電話を遮断しなきゃいけない時あるじゃん、うん、絶対さ、一番効率的なのはさ、ここ紐部分切ることじゃん、うん、ギャーって言うの。その時、電電虫ってさ、うん、相手側に声が聞こえたしさ、うん、その相手方の声のまんまでギヤーって聞こえるとかさ、電電虫の声でギヤーって聞こえるとかによるよ。相手方の声だと思う。それさ、誤解せるよね、抹殺されたと思うよ、そして。お前、その相手がさ、ドフラミンゴだった時とか考えてるよ。ドフラミンゴがさ、例えばだよ、変ななんか尖ってるもんが近くにあってきてさ、使ったさ、切れちゃったでしょ、ヒューって言う。その分、フッフッフッって笑ったのにさ。フッフッフッ、ギャー。電電虫がさ、初登場シーンでいつ？電電虫が初登場シーンでいつ？1巻からいた？わかんない、2、3巻ぐらいかね。電電虫ね、電電虫もさ、出てきた当初さ、こんな引きつられるものとは思わなかったよ、ね、もう影の主役と言っても過言ではない。電電虫いないとアニメが成立しない。電電虫なかったらまずもう基本的に物語終わってるじゃん。うん、本当だよ。まあ、NS ロビーとかどうやって終わるんだよ。電電虫さ、電電虫主役でしょ。どうするの、ワンピースの答えがさ、大量にいるデンデムシとかあったら、うん、あ、そういうデンデムシの楽園とかあったら、やば、ひきょつなぎがプルプルじゃん。ひきょつなぎがプルプルはやめろ、うん、プル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 、ガチャガチャ
なんかプルプルプルって声はさ、全然虫単体の声なの。あれは変えれないのかな、相手の声設定に。いやいしたいや、でもあのドクラミンゴ声にしたいなってさ、いなガチャガチャガチャあれかな、あのさすがにそれだと電電虫かどうかちょっと曖昧になっちまうから、そこは万国共通だっつう法律で。あとなんだろうな。でもさ、あれって売ってるの、捕まえるの？捕まえるでしょ。あ、そうなの。なんかさ、だから電電虫からしたら海軍も海賊も変わらず盗賊に人身売買、人身売買、電電売買じゃん。これって言ってさ、あの、なんか電電虫携帯電話会社かなんかNTT 電電みたいな、 NTT 電電みたいな、つむりバンクみたいな、あんのかなと思ったけど、つむりバンクね、うん、あるよ。どうあるやっぱり、捕まえて、ほら捕まえて入荷して出荷するんじゃないの。あ、捕まえて、もしかして入荷して、あ、一回ほらあの工場段階があるから、不良品とかもそういうのを仕分けして、あいつらさ、動いてる、あいつら動いてる、その場にとどまってるよね、ずっと。あいつらね、水あげたらすごい、すごい満面の笑みで笑うっていうのは覚えてる。いやいやいや、ニコってニコってやる、問題は多分、温厚な生き物なんだろうなあいつはさ、飯が食わないよ。飯食ってるとこなくね。ないよね。相手の声を養分にしてるとこ。コスパいいね、うん。もう電話のために生まれてきたような動物じゃん。だってさ、うん、水を与えればいいんでしょ。水、あ、そう、水は必要だね。じゃん、うん、ワンピースの世界だとさ、もう一瞬海ぶち込むだけです。いいじゃん。うん、いや、これあれだな、いつかプルプルの実とか出るんだプルプルミの実の電電虫人間すごい。でもさ、え、もしかしてさ、あれじゃね、あのなんかさ、実はさ、能力の覚醒でさ、人間とかもさ、電電虫に変えれてさ、実はさ、今周りに出回ってんのはさ、その実でさ、改造されたさ、そんな、なんかあのマリオのブロックがもともと住人だった説みたいにやめろもしさ、そんなこと言ったらさ、あれじゃん、もう一瞬の隙を突いてフラミンゴ、デンデムシにしかさ、どっちがドフラミンゴか分かんなくなっていや、ドフラミンゴをデンデムシにしたらもうジョージアの三角出てるから分かる。うん、さすがに、なんか恥ずかしがり屋だから。ああ、そっか、ちっちゃい時はあんな、なんかドイツイサングラスかけてるから、ね、かけてるよね。どこで買ったんだね、どこで買ったんだろうね。割れてもすぐ修復するっす。うん、なんかあれが能力かも。うん、ピンク色のいつも着てるピンク色いつか着だしみたいなんだね、子供の頃着てないもんね。二十歳の誕生日ぐらい。あ、もらったの？もらった。誰からもらったの？あいつ、家族人やからだっけ、もう。え、あれ、なんだっけ、鼻水垂らしたやつ。ああ、ぬめぬめのみみたいなやつ。ぬめぬめのみのね、ジェルみたいなやつでしょ。そうそうそう、ふぅみたいなやつでしょ。ふぅ、どうふぅそれ、石やったよ石やったよ。で、でんでん虫から聞こえる石井ちゃんの声の真似。プル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 。え、そっから石井じゃないよ。プル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 。ケチェ。おんのぐてぃ。今どこだ。それさ、そっから先頼む石井じゃん。最初だけじゃん。ほら、あの、
石井ちゃんが電話出た時だから、で石井ちゃんが電話来た時か、うん、のマネブル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 ガチャあんなぐてお前今どこだ西川うてお前バカさんなお前わらぶって言ったじゃねえか早くミント来いよじゃんなガチャもうちょっと下手くそだな最後じゃあさあのフラミンゴってところで働いてるさ石井ちゃんはデッテムシパーじゃん久々のデートがしたいってブル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 ガチャあんなグテお前俺さドフィからさめっちゃ好きほしいんだよこれ有給もあったからさこれ明日さ、デート行こうぜあれな、コロシアムの前なコロシアムの前に9時な朝な、ちゃんと来いよじゃあなガチャ二人だけで行くのピーカ連れてかないよピーカね、あの後ろでもうこっそり見てる違う違う違うあの石の壁ずーっとずれながらいやなんでピーカなんだよってピーカ連れてかないのピーカ仲いいのかよやばいなまずさ、石井のさ、口からさ、ドフィーって言葉に口取られた俺さ、明日さ、ドフィーからさ喧嘩もらったんだよだから、明日デートな